はい、こんにちは。じゃあ今回ですけども、ガビルの育成を紹介していこうと思います。いや、CS ガチャで粘らせるなの、ガビ来ちゃいましたね。このガビなかなか強いと思うので、結構当たれると思うんですよね。なんで僕ゲットしたらどういう風に振っていこうか紹介していこうと思います。はい、こちらですね。シュート5、パス7、ドリブル6、クイックネス8、脚力8。はい、DS100 にこういう数字になります。いや、強そうですね。ドリブル系もね、全部90乗ってて、パスも90あって、決定力もギリ75で耐えてます。で、あとスピードはちょっと低め。まあ、遅くなきゃ84で瞬発ガチガチで。ボディバラが98。これなかなか良さそうですね。ボディバラって、相手にこう、突かれた時とかに、こうドリブルしてる時に、バランスの崩さなさなんですけど、98あるとなかなか良さそうですね。ドリブルでこう仕掛けていって、ダブルタッチとかで相手の懐を入りながら、コースに入ってね、完全に抜き切るみたいな、結構やりやすそうですね。あと面白いのが、このガビ、守備意識とアグレッシブネスが高いんですよね、こんなに。なんで、結構前とから守備ちゃんとしてくれて、もういいね。いい感じにやってくれるんじゃないかなと思いますね。なんで、結構守備も活躍してくれそう。しかもこれガビね、あれなんですよね。スキルが優秀で、ジクエラターン、ダブルタッチ、闘争心、ヒルトリック、マリシア、ルーレット、ワンプタッチパス、アウトスピン、アシーラ、スルーパス。スルーパスとかあるから、パスめちゃくちゃ通りやすいし、今の環境パスめちゃくちゃ通るからね。あ、ワンパとかもあるからいいのと、アウトスピンもあるのから、もうね、ダブルタッチ、アウトスピンもできたりとか、まあ、ゴールも結構決めやすいですね。まあ、あと、ルーレットがあるから、ちょっとこう、ダブルタッチバレそうだな時に、ちょっとこう方向転換できたりとかもできるし、僕、ビッグタイムのガビ持ってるんですけど、結構ね、なんか、いいんですよね。使いやすい。身長も173センチで、落ちていなくて、なんで、まあ、なんでこのガビをこういう風に振ってったのかっていうのをちょっと改めて紹介すると、ガビはね、173センチ70キロ、チャンスメーカーでね、結構こうボールを受けに来てくれる、動きをしてくれる、選手ですね。で、右利きになりますね。結構まあ、オムフとかで使う人が多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、セパハンのオムフとかね。なんでもうね、そんな別に足は速くなくていいから、とりあえずパスとドリブルをしっかりしてくれて、そういう感じで使うといいと思いますね。まあ、他の人もいろいろ使い方あると思うんですけど、まあ、オムフと CMF が適正一番あって高いんで、数字もね。そこで使う人が多いと思うんで、そこだともうパスドリブル育成ですね。そこに特化して、上げてますね。なんでこう、ドリブルに6、パスに7振って、TS100 にした時に、それぞれこう全部90に乗るようにしてますね。まあ、フラパー87ぐらいでまあいいけどね。で、あとやっぱ真ん中でね、ドリブルするときに、瞬発力高い方が速いドリブルできるんで、瞬発上げたのと、あとスピードもやっぱあった方がね、移動しやすいしね。あとね、決定力5上げたのがちょっとポイントで、ガビね、ビッグタイムの2列目の飛び出しのガビなんですけど、チャンメイド結構上がってきたりするじゃないですか。その時に、ワンシューね、結構外すんだよね、ガビね。そう。それがちょっとめちゃくちゃムカついて、なんで、もう、でそのガビが72、3、73、4ぐらいなんですよね、決定力、停止薬時で。73かな。なんで、それがちょっとなんか僕が許せなかったんで、DS 役で、せめて決定力75乗るようにしました。で、ここも別にあんま気にしない人とかは、そんなに気にしなくても大丈夫かなと思います。ここ5上げずに別に振ってもいいかなと思います。って言って別に上げるとこないけどね。ここまであったら、もうパスドリブル持ち上げるぐらいか。まあね、これが一応おすすめ。僕は絶対この育成にしようと思うんですけど、他にね、この育成めちゃくちゃいいですよとかあったら、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。じゃあ、この動画が面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録もお願いします。では、今日も明日も試合で夢でした。失礼します。